さあやっていきましょうか。今回は前回よりはマシの前回のあの10発のハンドがマジできつかったな。ここでだってダメージが上がる。今回は前回よりもサクッとね終わらせていきたいと思います。先に進まないと。Eさんちょっと歩くことが早かった。まあ、いよいよね、まあ、あと2週間くらいかな、ウィンターズエクスパンションだったり、私の意図シームス、とりあえず、新規ダウンロードコンテンツのようになるようになってきたところ、我が家の子らを知りまして、まあ、期待膨らむけど、まあ、多分僕結構ビビるなんでね、どうぞどうぞなら何も何もしない気がするけど、どうぞ、魂が救われるさ、なんかディメンターみたいな、許さない歩くディメンターみたいなのさ、吸いながらさ、でなんか抜き取られないように何も何も使った上でちょっと愛する気持ちはお前に前から分かる、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 同じこと、どうして分からないんだ、分からないんだ、ローズは、ローズは、お前の娘なんかじゃない、俺の子だ、俺の子だ。早い展開で進んでいけそうではないか。さあ、私も私もお好みでしょうかってね、今更ね、うん、すぐにラフにしてやる。あ、そうだ、なんだかんだで、ね、リロード回数を少なくさせてくれるんですけど、しぶといものダメージの回数が多いっていうの。日本語しゃべるぞ。あ、女なのもういつも。あ、どこじゃった。さあ、そろそろ。まあ、そろそろ終わったので。ちょっと油断したわ。やりました。あ、黒き黒き髪の。え？語彙力が全然下がっちゃうから死ぬ。あ、沈みます。ドロブロって気持ちいいのかな。なんかすごいさ、お肌が綺麗になるみたいなこと言われたり、もうよいよいだ。個人的にはなんかあのぬるぬるっとした感触が泥であるっていうことに対して、そうは行くかぬるぬるさ、おいしいさ、ローションとか塗ったら気持ちいいけどさ、泥っていうところで、うん、なんか泥パックとかあったりとかするけど、まあ、そんなことを気にしても仕方がない。取り戻す。お前の前では分かる、分かるぞ。いや、ちょっと待って、だが誰は前で大手を打つ。やらしいやり方はダメだと思います。真に向こうが、やばい、クラウマにクラウマに逃げる。再び呼んで帰る。100年、今日も拒否の出しのために、がいいんだ。何もせずお前は前は、まあお前は実機死ぬのだって、まあそれはね、あの実機死ぬのかもしれないけど、その前にお前を任意に殺してやろうか。どんな繋がれるなれる。やばい、ブルーに向かってきてさ、もう俺を最初手だな、お前に座る。なんで一番簡単なんだろうね、死にしけど、お前がお前が世の手に入れて、俺の娘だ、ふざけるな、ないと思うけど。行って。逃げるほど痛くて、俺に症状。私の目のため。そのなんか自虐ネタ言ってて。こいつも踊ってないでさ。力のやっぱり体力のある感じ、100歳だから、ね、体力がないのかな、こういう人みたいな。
だからあのちょっと踊って手間ひらしたというところに行ってからさあいざ踊れ踊れ金婚を風に乗って金婚と共に行こう平井声だ。今回ボスとしてのサドラーって果たして強くなるのか。サドラーって何回も戦うのか。人型っていうのは何回も戦うのか。それがお前の本質だからだよ。お前は誰も愛しないやしないんだ。まあでも確かあれだよね、 RE2 と RE4 のそのあ違う、なんで3通した RE2 と RE3 のことも踏まえてそれの続編となる RE4 として出すっていうわけだから、だからなんかねプロモーションビデオなんかでもあの日の公開うんぬんかんぬんとか、あの日の夜の公開うんぬんかんぬんとか、でもあれは多分映画のスケジュールなんかを出せる効果っていう話があるのかなと思って、その辺り聞いてるかもしれないけど、オーロカドマデマンマデマンマデマンマデ、これが112歳で日本国内で最高齢の方がね、亡くなったんですけど、これで草わりだ、草わりだ。まあもうでもさすがに1800年代の方二度とこの私の邪魔を邪魔をできる貴様を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 生まれた世代なんかっていうのは、なんか107歳くらいが平均寿命だ。まあ多分これ107歳だったら女性の方なんだけど、まあ僕らくらいからだんだん108歳で超えてきて、で、まあ2007年以降まで110歳弱くらいになった。私生物学的に言うと、もうちょっと私のエヴァーを吹きながら何やったんですけど、何しようかしら。ということでね、くだらない話を聞きながら、でもなんかラジオ番組で聞いてて面白いなと思われる方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけたらというふうに思います。ということでね、本日も最後の動画でご視聴いただいて、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。次はどんな武器を使うのか。次回がね、多分ね、ラストになると思いますので、そこをお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。